私側に寄っている方が伊良部正幸さんという方ですね。で、宮古島組も、私も宮古島組で、サーボーさんも宮古島に3年も4年も住んで一生懸命働いていたことがありますので、さすらいのサーボーも宮古島に3年いたっていうぐらいいいところなんです。で、なのでサーボーも、参加していきたいと思っていますので、このバンドはなんと総勢さ、5人になりますね。はい、5人になると男ばっかりで狭いですな。ではお渡ししていいですか。じゃあ小川剛さん、あの宮古島のメンバーなのでぜひ拍手でお迎えください。どうぞよろしくお願いします。
アからウクライナのようにですね、あの我々離島なんで、なんですか、上海から台湾有事とかね、ちょっと怖いんですけど、まあ、そういうこともちょっと怯えながら生きてるんですけど、やっぱりこれだけね、亡くなった方のね、場所に来るとですね、非常に感慨深いのです。今これ4年ぶりにザムイさんと一緒にやるんですけど、最後別れる頃に作った4年前の宮古島なんですけど、ボブ・ディランの「ザ・ヘブン・ザ・ドア」をちょっと、ね、オマージュした海岸通りという宮古島のパイナガムビーチっていうところを作ったんですけど、それを4年前に作ってた歌って終わりたいと思います。僕の方海岸通りです。ワン真夜中で逃げ出して脱ぎ捨てたジーンズに足を通す床に散らばった銀貨を拾い集めると不意に君が願えるな君が起きないようにそっとドアを閉め島の海岸通りを一人歩く海風に足が踊る道を歩くわずかなとこまでストア目指し夜空をよぎったのは夜かきか金曜日
俺が生きてるのは現実なのか夢の中か、もはやそれすらどうでもいいし、愛しい島は受け入れか楽園か、君がいるならここにいないし、ただそれだけ。イラブさんにつなぎます。はい、じゃあそのままイラブさんと交代してください。剛志、これちょっとこれ見てくれ。おう、もう小川剛志さんの熱唱を聞いて私はもうどうしたらいいかわからなくなった。聞こえましたか？聞こえましたか今の MC。 剛志、ごめんだよ、俺にも。あ、これ宮古島から来ました、よろしくお願いします。今日ね、何を歌おうかなとあれしたんですけど、飛行機の中で歌詞書いてきたんで、お、これに合わせて歌おうかなと思って。そのまま飛行機の、ありがとうございます。どうす、よろしくお願いします。あ、ちょっと俺ちょっと何言ったか覚えないんですけど、こんな感じで、小川剛志さんもボブ・ディランを、あれしてやったんですけど、俺もボブ・ディランのですね、戦争の終わり玉切りとかあって、それにちょっと日本語の歌詞をつけてみたんで、ちょっと歌ってみたいと思います。その指導者、机の上で一体何を数えているんだ。
れ乗るぞ。次はですね、ブルース・スプリングスティン。優しい歌を歌えばよかったかなと思って反省してます。またよろしくお願いします。いえいえ大丈夫ですよ。とってもとっても素敵でした。とってもとってもとっても素敵でした。はい、ありがとうございます。最後のバンドです。最後のバンドの方準備に入ります。これ抜いていい。ハーストも好きで、もちろんハートビーツも好きなんですけどね。はい、はい、いろいろとありますけどね、本当に、皆さんに感謝します。寒い中、わざわざですね、遠くから近くから集まってくれてどうもありがとうございます。また出演者の皆さんにね、感謝申し上げます。また何かの気がありましたら、あまり影響力ないんですけども、協力してみんなで、どうにか戦争を収束させたいと思います。小さな声が集まれば、我が集まれば、きっときっとなくなると思います。それでは歌います。ブルーハーツの青空。ブランカ、ちょっと待ってね。これ大事な方。ハーモニカっていうのはよく聞いたよ。歯がないと切り替え切れんわけ。
テイガールさん、テイガールさん、本当に今ね、あの歯の突貫工事中でね、遅いよけよね、毎日麻酔されてる。ブランカンの向こう側、カッコつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよく。